開拓とともに脈々と受け継がれてきた瑞穂獅子舞。舞が寄り添ってきた朝日町の歴史、舞が生んだ地域の絆。瑞穂獅子舞、今ここに100周年。1938年、1905年、朝日町に入った開拓の桑。この頃、入植者たちの心に浮かぶものは、ふるさと富山、獅子舞のある風景でした。開拓から10年、大正5年、1916年、奥志別市街地の鈴木新吉らが獅子舞部を創設し、九泉神社例大祭で獅子舞を奉納。これが瑞穂獅子舞の始まりです。九泉神社はその後移設され、昭和24年、1949年に上志別村からの分村独立にあたり、村の名前に合わせて朝日神社となり、今に至ります。大正10年、1921年には富山県高岡市から獅子頭一等一式を取り寄せました。本格的な舞を目指す機運の高まりがうかがえます。またこの頃から昭和30年代にかけて、数多くの青年層が獅子舞を中心に文化活動を手掛け、この地域の数少ない娯楽として楽しまれました。戦時中も途切れることのなかった瑞穂獅子舞。青山朝次郎の指導で伝承されていたのは、あふれ獅子、蛇獅子、引き獅子の3つの演目でした。そして戦後に新しい演目、おろろ獅子が加わり、演目は4つになりました。また昭和33年、1958年には子ども獅子舞が誕生。あふれ獅子、引き獅子の2つが大人と同じ舞で披露されました。獅子舞の伝承が活発化していくのと同時に、瑞穂地区の主産業である農業は大きな変革の波に襲われます。稲作から畑作へ。昭和40年代に始まった米の生産調整は、稲作農家にとって大きな打撃となりました。稲作農家の離農が始まり、青年層の人口が減少。将来の農業に見切りをつけて他の仕事を求め、地元を離れる者が増えていったのです。農業の後継者の減少は獅子舞の後継者の減少につながります。舞手不足は限界に近づきつつありました。この危機を打破するために、昭和44年、1969年に瑞穂獅子舞保存会を設立。瑞穂地区全体で獅子舞を伝承していくという決意が示されました。そして同年6月には、朝日町文化財保護条例が制定され、その第1号として瑞穂獅子舞が指定されました。これを機に公式行事やイベントへの出演依頼が増え、活動は活発化します。またテレビやラジオ、新聞などのメディアへの露出も増えていきました。昭和52年、1977年、瑞穂獅子舞に彩りが加わります。それは小学生などの女子による花笠の舞と扇の舞です。振り付けは西川流の日本舞踊の師匠、西川恋鈴。どちらも女性らしさを前面に押し出した華やかな踊りです。朝日神社のお祭りです。神社には上りが立ち、町の無形文化財瑞穂獅子舞が
笛や太鼓に乗って見事な舞を見せてくれます。これは分村独立から30年を迎えた年、昭和54年1979年の朝日神社例大祭の様子です。目抜き通りを行列が進み、子供みこしが威勢よく練り歩きます。当時のにぎわい、人々の活気が伝わってきます。富山県に源流がある水干し獅子舞。しかし1000以上もある富山県の獅子舞のどこが正確なルーツであるかははっきりとしない状態でした。そこで昭和57年1982年水干し獅子舞のルーツを探る旅が朝日町の助成を受けて実現しました。総勢17名、5泊6日のバス移動の強行軍。その途中、青山朝次郎の息子武雄のいとこにあたる青山松次の家で思いがけない出来事が起こりました。青山家にやってきた富山県根井郡府中町持田地区の獅子舞関係者、彼らの前で引き獅子を披露する水干し獅子舞保存会のメンバー。その時です。それを見ていた一人の古老がすくっと立ち上がり、蛇獅子を舞うと言い出しました。その蛇獅子はまさに水干し獅子舞と同じもの。そこにいた誰もが驚きを隠すことができません。時を超え、そして北海道の瑞穂地区と富山県の持田地区という場所を超えて受け継がれてきた獅子舞。それぞれの地で舞の形を変えずに伝承してきた結果がここに出会いました。青山朝次郎の獅子舞は確かに彼のふるさと府中町持田の獅子舞を祖としていたのです。昭和59年1984年、水干し獅子舞は創部70周年を迎えました。70年の歩みと将来への継承を願った記念碑が朝日神社に建立され、9月8日除幕式が行われました。なお、この記念碑は後に水干し獅子舞伝習館前に移設されました。70周年記念式典祝賀会では、子供獅子舞、花笠の舞、水干し獅子舞とともに府中町上靴和田の獅子舞が舞われ、70周年に大きな花を添えました。平成元年1989年、獅子舞の稽古場としての専用施設水干し獅子舞伝習館完成。竣工祝賀会が盛大に開かれました。以来活動の中心はこの伝習館になり、資料も展示収蔵され、散逸の恐れはなくなりました。平成2年、1990年、上川管内で活躍する獅子舞団体を招いた獅子舞サミットを開催。士別市の日向神代神楽、高須町の北の獅子舞、現名寄市風蓮町の風蓮獅子舞、そして水穂獅子舞が加わり、賑やかな獅子舞の共演になりました。昭和24年8月。そして、平成11年1999年、朝日町は50周年を迎えました。水干し獅子舞は確かに伝えられてきたのです。
超唯一の無形文化財水干し舞は、富山県からの入植者たちが伝えた越中獅子をもとに作られた郷土芸能です。水干し舞伝習館では、この伝統を守るため、地域の人たちが中心となって時代を担う子どもたちに伝承しています。今日はお祭りで披露するための練習の日です。回るところね練習してなかったからね、担いでってそれで回ったけどね、担いで一回回る。秋の訪れを目前にして、朝日神社のお祭りが始まりました。安どん行列やおみこしが街中を練り歩き、楽しいひとときを過ごします。子どもたちが練習していた水干し舞も披露されています。始めたばかりだった子もなんとか上手にできたようです。で、今そのやっぱり、過疎化になってですね、獅子舞に加入している会員の皆さんがですね、当時から見たら、本当に3分の1ぐらいに減ってしまったのかね、小さくなっていくっていうことになったらですね、それなりに小さいながらにですね、小さい形で今は何人ぐらい、3、4人いるかな、10人でもいいじゃないかと、ね、それでも伝統の文化、崩さないようなこういう形の中で守る方法もあるよっていうふうに、私は今の人たちにも話はしてるんですけども、これ、できるだけ途切れないような形の中でつないでいくっていうか、少人数でもつなげる、そういう方法で一つ考えたらいかがでしょうかというようなことでお話はしておるんですけども。平成27年、2015年、創部100周年。水干し舞を確かに将来に伝えるため、記録 VTR の収録が行われました。舞に満足できず、中断することもしばしば。オロロ獅子がこうなんだから、頭の動く方向と頭元の動く方向が違うんだ。伝承するという大役を担う人々の真剣な思いが妥協を許しません。朝日神社例大祭が近づいたこの日、獅子舞の稽古が始まりました。かつては厳しかった子どもたちへの指導も、今は和やかな雰囲気の中で行われます。水干し舞を伝える大人たちの熱い思い、水干し舞を教わる子どもたちの真剣な眼差し、稽古は次第に熱を帯びていきます。やっぱり後継者育てなかったら、いつまでも今のものが、ずっとやれるわけでないですし、なんとかその笛でも太鼓でも
後継者をやっぱり育てていかなきゃならない、やっぱり責任はあるかと思いますよね。この、文化財獅子舞が100年続いたっていうことをね、子どもたちがやっぱり後世に残して行かなきゃならんっていう、やっぱり認識を持ってもらうのが一番じゃないですかね。8月25日朝日神社例大祭、晴れ渡る青空の下、獅子舞が練り歩きます。この町に生まれ育つ、時代が変わっても瑞穂獅子舞を愛する人の心は変わりません。大正、昭和、そして平成、時に時代の波に翻弄され、存続の危機もあった瑞穂獅子舞。100周年では30年ぶりにオロロ獅子が復活しました。創部から1世紀の時を超え、今瑞穂獅子舞は次の世代へ。